皆さんこんにちは、女子高生起業家のももかです。モザイクワーク代表杉浦です。今日はインターンシップ人気ナンバーワンのニトリさんの人事責任者の中島さんに来ていただきました。はい、どうもこんにちは。株式会社ニトリホールディングス組織開発室長やってます長島と言います。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私のニトリっていうイメージ、はい、はいはいはい、家具とかのイメージがあるんですけど、はい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 、実際にはどんな感じなんですか？確かにもともと 100% 家具のだったんですけど、今実は売り上げの 35% ぐらいなんですね。他のオンファッションとか、はい、雑貨とかああいったものが増えてきてですね、お店だけでもデコホームとか、はい、アパレルもあるんですよ。あとモールもあったりするんですよ。大型のニトリモールっていうのがあってですね、はい、いろんな家電店とかが入っているあったりとかっていうことですね。でお店の数はですね600店を超えてきてですね、海外も、まあ、中国、台湾、アメリカですね、出て56店舗ということで、社員も増えてですね、一つの家具屋さんからだんだん暮らし提案企業みたいな形になってきていますね。これ渋谷にあるニトリなんですけど、ああ、そうなんです。こんな感じになったりするんですけども、今日お持ちしたものがあるんですけども、退出していいですか？はい、ちょっとお願いします。サンタクロースです。ありがとうございます。は僕も YouTube 見させてもらってて、この風景ね、はい、いいなと思ってて撮れたんで、事務所オープン記念ということでして、こちらをちょっと、うわ、ありがとうございます。新潟、思ったより、はい、寒くなかったんですそうですね、昨日今日当たり前って本当に死ぬくらい寒いです。本当本当に僕は寒いだろうなと思って、ありがとうございます。これを開けていいですか？もちろんお願いください。お、え、かわいい。これ白川ウッドのクリスマスツリーなんですけども、これオフィスに合うかなと思って、ありがとうございます。こんな飾りもいただきました。ありがとうございます。伺っていただきます。こんな形でですね、家具屋さんではあるんですけど、こういうですね、暮らしをちょっと豊かにしていくような商品なんかも、はい、どんどん開発していったりします。今日はインターンシップの動画なので、はい、はいはいはい、インターンシップって、はい、そもそも何ですか？すごく本質的なところですねニトリにとっては学生さんがね、自分の価値観とか好奇心とか、それをちゃんと認識して言語化する場として提供させてもらってますね。僕はいつも担当者に言ってるのは、採用じゃないぞと、学生さんのキャリアの悩みをゼロにするのは僕らの仕事だぞっていつも言ってますね。だからそういう感じです。採用しに行ってるというよりは、皆さんに気づいてもらって、それがこの会社かなと思ってくれたら、それはそれですごく嬉しいなと思いますけど。実際にこのニトリさんのインターンシップの話を聞きたいのは、このニトリシティっていうテーマでやってるんですけども、こんな3本立てなんですね。1回目は説明なんですね。どんな内容があるよっていうのと、どういうことをインターンシップ通じてやってほしいんだみたいな話するんですけど、こういう感じでリアルタイムで、ね、社長はお答えするというですね、やってたりしますね。でその後が、できるだけできることを増やそうねっていうのがあって、商品部の商品開発だったりとか広告宣伝、あと法人もあるんですね。例えば大学のカフェテリアとか、ああいうところの施工だったりとか、そういったものをですね、ちょっと経験してもらうのと、最後はその中で実際ホームの社員と一緒に交流しながら、将来キャリアプランをですね、練っていくと。キャリアプランがないと就活がゴールになっちゃう場合があるんですね。キャリアプラン作ってその後どうしようかって考えて、30年先にどんな社会課題解決するかとかって考えておくと、部活ってスタンプでしかないよねって、まだゼロなんだって、就活で100点なのか就活0点だと、ここからスタートだっていうのでだいぶ違うと思うんで、こんなこと やっていきますね。なんで必ずしもやっぱ入社につながらないケースがいっぱいあるんですけども、それはそれでいいのかなと。そういうキャリアを考えられる人が一人でも増えたっていうことでありますね。こんな形でやらせてもらってるので、ぜひキャリアを長期スパンで考えたいなという人は足を運んでもらえるといいかなと思います。いいですね。ここまで深く考える機会ってなかなかないですね。そうですね、やっぱり大学でいろいろ勉強してると、この勉強が将来どこにどう役立つのかっていう考えってなかなか生まれてこないケースってありますよね。そうですね。実際に高校で今やってる勉強を将来何に役立つんだろうって思いながら、はい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 、そうですよね、覚えてたりするので、はい、ですよね。未来をどうして計画するので、はい、力がやっぱり必要かな。そうですよね、やっぱりそういう機会って大切だと思うんですよね。未来から逆算してって、うちの会長の口癖なんですけど私のポジションだったら5年先、経営者だったら10年先、会長は30年先って言って、偉くなるわけじゃなくて先を
考えられるようになるのが上位職の人の仕事だなって見ますもんね。実際三鳥さんのインターンシップは、まあ、あまりこう採用直結ではないというキャリアの悩みをゼロにするっていう前提ではあると思うんですけど、はい、とはいえ、はいはいはい、いいなっていう子も多分いらっしゃると思うんですよね。はいはいはい、受けてくれないかなとか、いいなと思える学生の特徴とかって教えてくれる、はい、ワークが中心なんで、その中でやっぱり引っ張ってるというよりは自分の意見を言えるかっていうところ、自分のこの好奇心とか価値観と行動がつながってる人、重いから動いてるなっていうのをこれは大切にする会社なんですよね、はい、その辺なんかはすごく分かりやすいので、そのところはすごく見させてもらってますね。重いから行動にどうつなげられてるか、はい、そこが一つポイントである。はい、そうですね、はい。はいはい、これすごく大事だと思うんですよ。どのインターンシップにしてもやっぱり自分のキャリアを考えるきっかけなんだなっていうことを考えていった方がいいと思うんですね。何も考えないのは絶対ダメだと思うし、この会社にまあ就職したいなっていう気持ちで行くのもまあしょうがないのかなと思うものの、それだけだとちょっと得られるものが少ないので、その働いてる会社の人はどういう思いを持って仕事してる人なのかっていうところだったりとかを情報を取りに行くっていうような形で、参加するのがいいかなっていうふうにね、あとはホームページとかって結構かっこよく作ってあるじゃないですか。その内容なんかもちゃんと見てて、本当かっていうのをそれちゃんと聞くのも大事だと思います。会社の皆さんと話してこの内容が本当にみんなが思ってることなのかっていうのも検証していくといいと思うんですね。そこがずれてると入った後に考えてたのと違うってなってしまって、やっぱりその確認は絶対するぐらいにするべきで行った方がいいかなと思います。はい、もかちゃんどう？あ、本当ですか。いやー、嬉しいですね。できるなと思って。ありがたい話です。ありがとうございます。もう受けちゃえば。あ、今日そういう話ですね。まず最終面接なんですよね。そうですよ。このまま受けさせてもらっちゃったら、はい、どうですか。いやいや、やりましょうか。一次面接、二次面接、三次面接というのがあるんですけど、はい、今日それなしということで。いきなり飛び級最終面接を。それで、やらせていただきましょうか。せっかくなので、この面接のお話はこの後の動画でお届けしたいと思います。はい、今日は本当にインターンシップのお話を聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。